邪魔してごめんね。あ、お兄ちゃん、今からコーヒー入れるけどどうかな。待っててね。あ、私もお手伝いするね。それじゃあお願いしようかな。うん。それじゃあお兄ちゃん。待たせ、お兄ちゃん。さっきゆきちゃんとお話ししてね。今日はお泊まり会なの。うん、そうなの。今日はよろしくね。ご飯は楽しくなりそうだね。あ、そうだ。どうしたの？お夕飯の材料を買ってこなくちゃ。うん、ちょっと。私も行くよ。そうだね。ありがとう。うん、早めの方がいいかなって。
兄ちゃん。ほら、お昼なのに綺麗な飾り付けだよ。日和お姉ちゃん、うん、ご飯も食べたし、次は頑張って勉強だね。すごいでしょ。
ゆきちゃんのも。え、そんな。お兄ちゃん？ううん、それよりどうしたの？あ、それなら何か作るね。簡単なのでよかったらいいかな？ちょっと待っててね。お茶漬けだけどいいかな？ううん、手間もかかってないよ。ぐっすり寝てるよ。寝つきも早かったみたいだよ。そうだね。だったね。うん、朝見たらびっくりしたよ。風邪もひかないしね。お兄ちゃんってやっぱり日和お姉ちゃんのことが大好きなんだね。そんなことないよ。なんでもないよ。Thank you.
難しいよ。だって、もじもじ。はっ。